太郎のお店紹介です。よろしくお願いします。はい、今回はビストロデクリックさんですね、麹とか発酵食品をいや玄米を使った料理のお店。いつだろう、ずいぶん前に文句八で、はい、あ、出てましたね、本人、あのマスター自体に。あの店から配信したことはあるんですよね。あ、そうなんですね。久しぶりですね。で、足元陳県那須塩原市南小屋2丁目106-25。あの店は南小屋、はい、国道4号線でマクドナルドとニトリのある交差点のちょっと、南寄りになります。見た感じこんなところで、信号近いんでいつも渋滞してちょっと出入りがしづらいのがのと、そのせいでちょっと気づかれにくいっていう感じがね。あるじゃないですか、止めちゃう。まあ、あそこのが出入りしやすいんで、そうですね。皆さんそちらに止め、知ってる方はそちらに止めて、お店の方。で、この写真撮って店の方立ち向かったら、まあ、マスターでということで、ビストロクリックさんはランチとディナーがあります、ね、11時半から14時半までと18時から21時まで。で、日曜は休み。そうなんですよね。ついつい、ね、行くと、はい、また日曜日だったんですよ。日曜日、ああ、そういえばと思ったら、やってないなという時が結構あります。で、店内こんな感じですね。テーブル席がいくつか、あと2階に子ども席が。はい、キッズルームがあります。あるそうです。そちらは行く機会ないんで、ちょっとわからない。大人行っちゃダメですか？一緒に遊んであげれば。大人の方だけでもご利用される方もあります。あ、なんかね、会とかなんかね、はい、うん、子供のお相手してくれる方いらっしゃるんですよ。で、一応ランチセットとディナーセットって用意されてるんですけど、実質同じですよね。メニューの種類としては。ただし、ディナーセットの方はデザートとしてゴマプリンとかそういうのがあって、ちょっとだけ値段が違ってます。これランチついてないんでしたっけ。ランチはないです。ランチはプレミアムだったらついてますけど、はい。まあ、あとは一品料理物となりますね。枝豆冷ややことか揚げパスタとかそういうものから、鶏もも串とか焼き鳥ですね。あとはドリンクが欲しくなりますね。宴会なんかも やれますね。あ、そうです。で、餃子とか、まあ、いろいろあります。あと変わったところでは何があった。唐揚げがいろいろな味のがあります。唐揚げ美味しいですね。はい、チリソース味、ゴマソース味、ピリ辛ソース味、塩だれ、甘辛ソースとか、シーザーソースとか、シーザーソース、リーベンソース味とか、すごい、まだ普通の唐揚げしか食べたことないんですけど、はい。で、あとは、塩ラーメン、キムチラーメン、これはハーフの量ですかね。はい、あとはチェロソのバニラ添えっていう、まだ食べたことのないやつとかが。チェロスね、出店でね、詰め放題。ああ、やってましたね。出店の中でよくやってます。で、あとは、こっちがディナーメニューですけど、この辺も内容はその都度変わります。確か6月、今日からまた少しメニューが変わってるって聞いてるんですけど、内容はまだ分かりません。楽しみにしてください。この前だ、写真上げてたのカレーが美味しそうだったんです。カレーというか、ナンが美味しそうだったんです。これから出てきます。なんだっけ、なんだっけ、前食べたので、日替わりのディナーメニューで餃子のやつです。
唐揚げとかは別に頼んだかどうかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ基本的に、味噌汁と小鉢、あとはサラダ、あとごま、基本ごまプリンですね。そうですね、ごまプリンか杏仁豆腐かカスピ海ヨーグルトか、はいはい、その辺のセットになってます。でこれは味噌漬けチキンだったと思うんですけど、これもやっぱり夜ですね。あ、これ夜じゃないかもしれない。ランチセットっぽいですね。デザートないから。そうですね、ランチセットっぽいです。昼に帰ってる昼に何回も行くんですか。あとこれご飯がいいですよね。ご飯、あとカツ丼。はい、こちらですね。このお茶最近始めたばかりみたいで、結構厚みがあるんで保温性が良くて、美味しくいただけます。でこちらが焼き鳥丼。牛タンも美味しいって話を聞いたんですけど、牛タン。ああ、牛タンは私食べたんで。おすすめメニュー。おすすめメニュー。はい。あ、それさっき僕言ったんですけど、ご飯がね、白米と玄米と選んでて。玄米、酵素玄米。はい、この前僕は、ね、焼き鳥の玄米でいただいたんですけど、美味しかったですよ、玄米。合いますね。で、玄米はカレー、カレーの。カレーの玄米に使います。ご飯でも何でもどっちでもですね。はい。選べる。今まではご飯だったんですけど、なんかこの間行ったらば何もあるよっていうことで、でこちらが何もですね。何もいいな。はい、で味噌汁作るんですね。味噌汁作ります。こちらは何と味噌汁美味しい、美味しそうな。何もこれはおかわりできます。あ、おか、はい、何のおかわり？何の代わり？2枚とか2枚。2枚2枚2枚何だけに？何だけに？2枚目はバターついてきます。バターも入ってましたよね。何にバター？美味しそうですね。これはちょっと行かなきゃ。牛タン持ち。ちょっと遡るネタなんですけど、先週行われた那須塩原うまいものフェスティバル、はい、汗も待つの、はい、はい、ご来場ありがとうございました。あ、いい、そちらにも出展されてましたちょっと写真見ましたよ隠し撮りされてましたねで年々、あちこち地方の珍しい料理なんかも出展されていまして、こちらにもクリックさん出展、ここ最近はほぼ日曜日っていうと中華のイベントを出展してますよ ね、 すね、はい、こことこだったり榊原会館マルシェであったり、はい、ファイブエイトであったり、でその時食べたのは唐揚げとベリーベリーソーダ、こちらは別の店で買わされたもの、まあ、知り合い多いんでやっぱり歩いてるといくつか店太郎さん買ってって寄ってて一人じゃ食べきれないぐらいでも食べちゃうんですよ。で、分かってるのでは、6月3日こいする那須塩原マルシェの方にも出店されるそうですね。唐揚げを出すと言ってました。はい、那須塩原駅西口広場です。はい、停車場の翌日になります。はい、3日ですね。3日の日曜日、はい、それが休みなんだけど、お店休みだけど日曜日どっかに出動してる、ね、はいはい、で7月8月はこの小江鶴那須塩原まで噛んだ恋するマスシ、ナスシオバラマルシはビアガーデンになるそうです。あ、まあ、7月の1日と8月の5日予定、同じ場所で、はい、よく覚えておいてください。月に1回あ月に1回やつ、月に1回です、はい、第一日曜日、第一日曜日、はい、そうですね、はい、もう一つの
で、もう一つが、6月の9日、来週ですね。で、疎水通りの商店街で、疎水屋台祭りが行われます。去年もやってましたね。去年も来たな、はい。そうですね。毎年やってます、ね。で、屋台祭りといえば、ナスライガーショー。で、畳を履きも、ステージ。で、ここには、今年はどちらで出展するんですか？私は今年はショーではなくてバルーンアートプレゼントでやらせていただきます。あ、そうなんですか、はい、じゃあクイックさんの方には出ない？残念ながらメイド服は着ません。残念でした。同じのお店だった。残念でした。でビストロでクリック、栃木県那須塩原市木南小屋2丁目 106-25 で電話が 0287-48-7342 で営業時間がランチが11時半から14時半まで、でディナーが18時から21時までとなっています。そうですね、ここ終わってから一旦ではもう閉まってしまいますね。で気分次第では早く閉まっちゃう。で日曜日定休となってます。牛タンとカレーを食べてくる。9月のメニューちょっと楽しみですね、はいはい、どんなメニューが増えてるのか分かりませんけど、ぜひ行ってみてください。以上、今回はビストロでクリックさんでした。はい、ありがとうございました。お待ちしてます。ハクさんがちょうど良かったですね。ありがとうございます。では、はい、入れます。